トレーニングお疲れ様ですバズーカ岡田です、えー、今日はですね今回私が行っている急速減量法について解説したいと思いますまあ、急速減量法といってもですね私がやりたいのは女子房であって体脂肪を選択的に落として筋肉は維持するあるいは増やしていくというものです まあダイエットいろんな目的があると思うんですけども多くの人は健康に、えー、そして美しくかっこよくダイエットしたいという人が多いと思いますその時に分かりやすい指標として体重を減らすということで減量という言葉を使うと思いますし、まあ、ボクシング柔道さまざまな競技で減量という言葉を聞くことからなのか、まあ、皆さん一般的にダイエットイコール減量というふうに思ってらっしゃるんじゃないかなと というふうに言葉を使っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。えー、しかしね、多くの人は、えー、さっき言ったように健康かつ、えー、美しくかっこよく、えー、体を変えたいという人が多いと思いますのでこういう時は女子肪、体脂肪を減らして筋肉をつける。これ程度の問題ありますよ。体脂肪を減らしすぎたり筋肉をつけすぎると嫌だってしまいますからね。ただ方向性としては 女脂肪。脂肪を選択的に落として、筋肉は維持、あるいは増やしていくと。程度の差こそあれ、みんなこの方向性にあるというふうに思います。ということで、今回私はね、急速女子肪をやってます。みんなどういうふうにやるんだと気になってると思うんですよね。私、これまで常々、1ヶ月2キロぐらいのペースがいいですよと。 体重1 0 0キロの人どうするんだとかね体重3 0キロの人どうするんだとそういう極端な場合を置いといて、まあ、多くの人が、ね、2キロぐらいでやるとちょうどいいとまあ1ヶ月2キロのペースで体脂肪が減っていくといいんじゃないかということを提案してますまあ1ヶ月体重の5%の、えー、体重減少というものもよく言われる数値ですがこれもいいと思いますけれども私はまあ2ヶ月あ1ヶ月で 2キロっていうのがまあでも私今回ね7月から減量して1ヶ月でね5キロぐらい落ちましたやってること違うじゃないかと思われるかもしれないんですけども、まあ、なぜこれをやったかというと、えー、私4月の27にミスター・イスラエルが終わって今度、えー、プロの世界選手権が11月19だと思いますあるんですよね。 で7月から減量に入れば、えー、789104か月と、まあ、19に半分ぐらいある4.5か月あればかける2をすると9キロであれば、えー、ゆっくり落とせるんじゃないかなと思ってましたが私1か月,、ねまあ、月,月ぐらい余裕を設けたいんですよできれば1か月半2か月ぐらい余裕を設けたいんですよそうすると、えー、78910 4.5ヶ月のうち、1.5ヶ月使えない。余裕として残しておくとなると、3ヶ月がね、実質、え、女脂肪をする期間になるわけですね。そうすると6キロしか落とせないんですよね。体脂肪を。と考えると、え、私、仕上がり体重が72とかね、70ぐらいになりますから、ま、今年もうちょっと増えてるかもしれないですけどね。と考えるとね、え、じゃ仮に72キロだとすると、 えー、7 8キロであればいいと。えー、7 0キロであれば、えー、7 6キロ7 0キロ仕上がりであれば7 6キロであればいいということになるわけですよね。で私、今回、ね、8 0キロ超えちゃってたんですよね。イスラエルの、えー、ピタパンとですね、こちらのデーツの蜜が、あとは蜂蜜がですね、うますぎて、めちゃくちゃ食べて,る食べてたんですよあの。で、いい筋トレをしようと思ってね、短いオフだったんで。 だってもう5月6月2ヶ月しかないからね短いオフなんでね強度の高いトレーニングをストレスなくまずイスラエルで暮らしてるだけでストレスありますからね私英語が得意じゃないんでコミュニケーションも難しいし決してね英語ばかり使えるか使う方々でもないんでヘブライ語がね皆さんの公用語なんであとはあのアラブの言葉かなアラビア語かなでえー まあそういうことで、いろんなストレスがある中で、元気にトレーニングしたいということで、結構食べてました。そしたらね、80キロ超えてて、これやばいなと。78キロにも76キロにも全然、えー、違う体重になってしまったというところで、やばいと。ちょっと焦ってきたんですよ。で、これを、で,でも2キロ、2キロ、2キロでいきば9キロ落とせるんですよ。4.5ヶ月フルフル使えば9キロ落とせます。だから大丈夫なんです。でもね、 精神的に焦りが出るこのね焦りがよくないんですよずっともやもやね間に合うのかなどうかなっていうのがある中で、えー、過ごすのは、えー、精神的によくないこういう不安がね体を、えー、ストレスに追いやって心をストレスに追いやって肩ボル肩ボルっていうのはカタボリック、えー、筋肉が、えー、分解されていくと、まあ、人間はね穴ボルと肩ボルで大体片付きますからね 穴ぼるは筋肉がでかくなる。肩ぼるは筋肉が小さくなる。まあこの2つですよ。いかに肩ぼらせず、穴ぼらせるかがポイントなんですよ。本当に仕上がるのかなという不安がある中で過ごす生活っていうのは、もう肩ぼる、えー、状況にあるわけですね。で、これは良くないと。で、最後間に合わなくなったときに、 もう無理やり絞るということをやったときに筋肉を失ってしまうとですね、まあ、無理やり絞るときっていうのはやっぱ筋肉失いやすいんですよ。無理するから。その状態では、えー、もう大会のときには取り返せない筋量ってなるわけですよね。ということで、無茶をするなら最初だと。そして 仮に体重がね、むちをした結果、えー、早く、えー、絞落ちてくれば、絞れてくれば、心が安定して、後々、えー、かたぼらない精神状態で過ごすことができるというメリットがあるわけですね。ということで、メンタルを落ち着かせる。はや早くね。そして、えー、最後、バタバタしない。バタバタすることによって、筋肉を失わない。もう取り返せない状態にならないようにするために、7月はね、休息減量に、えー、舵を切りました。 普段あんまりやんないんですけどね。今回ね、大会期間が短くて、ちょっと私もうまくいってないんですよね。4月の27から11月19。いつもはね、大会期間短くって言っても、もうずっと絞れてる状態で過ごすぐらいの短さ。1ヶ月後とか、下手したら1週間後とかだから、太ってる余裕がないんですよね。そう。ということで、今回少し難しかった。まあ、これも経験なんですけど。ということでね、7月は、えー、なんとね、もう5キロぐらい絞れてます。まだ4月中なんですけどね、これ取ってる時は でこういう時どうするかっていうと、えー、もちろん摂取カロリーと消費カロリーのこの差を大きくしておくわけですよそうすると絞れると食べる量を減らしすぎると結局筋トレもうまくいかないで筋肉減るそして筋トレも日頃の行動もやる気がなくなる、えー、消費カロリーも下がるということで結局差分があんま変わらないとこれ減らす量を行きすぎると結,結局失敗しますこれ行きすぎない塩梅を自分で見つけるんですよね 私の場合は、トレーニングの記録がちゃんと上がっていくこと、重量も回数も上がっていくこと、そしてインターバルダラダラしない、というような状態をちゃんと実現できているかどうかっていうのを指標にして、食べる量をなるべく減らしていくと。もちろん、最低限のタンパク質、私の場合は体重かける 2g ぐらいで十分かなと思ってますんで、プラス食物繊維、そしてトレーニングの前の炭水化物っていうのをしっかりとると。 で脂質は多く取りすぎないという形で進めていくわけですね。まあ、とはいえ、まあそうするとね、結構もちろん、この消費カロリーと摂取カロリーの差分が広がってね、えー、絞れていくんです。トレーニングの、ね、レベルが上がっていきながら食べる量を減らしていくわけですから、それは当然絞れていくわけですね。ただし、食べてない時間帯とか、低栄養の時間帯が日中の中に存在するんですよ。ちょっと喋ったら集まってきた。 トレーニングをする時間帯というのをアナボリックな時間帯にするそしてトレーニングじゃない時間帯というのを体脂肪を減らす時間帯にするというふうに2つに振り分けるわけですね。ということはトレーニングの時間帯は栄養満タンでいいトレーニングをしてアナボリックに振り切るそうじゃない時間帯は摂取カロリーを減らしてカタボリック、まあ、カタボリックというか体脂肪燃焼に振り切るわけです簡単に言うと。 食べるエネルギーが、食べて入ってくるエネルギーが少ないですから、体内に貯蔵している体脂肪を燃やしていくわけですよね、簡単に言うと。という状態を作る。ということは、トレーニングじゃない時間帯っていうのは、傾いってるわけですよね。そうすると、今までつけた筋肉が失われやすい。ということで、トレーニング、ルーティーンを変えるんですよ。私の場合は、基本的に5分割。えー、胸、背中、肩、腕、足なんですよね。まあ、基本のルーティーンなんですよ。 でもこうすると、まあ、1週間に1回しか、えー、1V あたり回ってこないわけですねおおむね毎日やったとしても、えー、2V だけ1週間に2回ですよねで毎日やるのは基本的に仕事的にも体力的にも難しいので週1回オフを取るという感じでやるとほとんどの V が週1回で終わってしまうということでこれだと週1回だけアナボリックでそうじゃない時間帯はカタボリックになり続けるわけですからこれだと困るということで 胸、背中、肩、腕、足というルーティーンは変えないんですよね。ルーティーンというか分割法は変えないと。ただし、胸の日の最後に背中を入れる。えー、腕の日の最後に肩を入れる胸の。背中の日の最後に胸を入れる。肩の日の最後に腕を入れる。そして足をやる。足も、ね、どっかに入れてもいいです。軽い足の日をどっかに入れてもいい というふうにして、えー、刺激頻度を増やしていくわけですね。まあ、実際にはね、落ちやすい腕とか、ね、肩っていうのはもうちょっと高頻度で入れてます。今の基本のルーティンにして、えー、落ちやすいところを頻度高く筋トレしていくと。ただしメインのトレーニングではないんで、そこまでダメージが出ないように。 筋肉の、ね、収縮をしっかり出すとかしっかりストレッチをかけるとか最大筋力をそんな頻繁に出すことっていうのはやっぱり記録向上という観点から厳しくなってきますからしっかりと収縮させて筋肉の形を盛り上げてパンプさせるそうすることによって血流がねたくさん流れ込みますまあ血流が流れ込むからこそ筋肉の形変わるわけですけども その結果そこに栄養が行き渡るリフィードですよね筋肉の餌をやるという意味のこともできますしストレッチに刺激を加えるとねまたそこも充血してきますからまた違った同じ充血でもね少し違う形で血液が満たされていくというところでまたリフィードが起こるという形で筋肉を体にとって必要だと思わせる筋肉を低カロリーによるリストラから 守るということなんですね、まあ、こんなことをやって7月、えー、一気に5キロ絞りました。ということであとは余裕があるんで月 2kg のペースに戻せば、えー、8月9月で 4kg いくと、えー、10月から11月の19までの、まあ、約1.5ヶ月は余裕のある期間という形でうまく、えー、調整できると。 8月9月で仕上がらない場合には10月に仕上げるで11月の1日から19日まではかなり調整するあるいは食べる量を戻して筋肉の張りを取り戻していくということもできるわけですよねちなみに、ね、私の師匠の東大の石井直方教授元ミスター日本ミスターアジアの文武両道最強の男は最初に一気にカロリーを落としてグワッと体重を落とすとそして食べ戻していくとおっしゃってました 体脂肪を一気に落として体をぼんでいくとそしてまた、えー、少し食べて筋肉にエネルギーを入れながらいいトレーニングをして筋肥大、えー、筋肉を取り戻していくということをおっしゃってましたきれいに落とす方法もいいけどグッといって戻す方法も、えー、またいいよという話を、えー、していただいたことも覚えていますで今今回はそれに近い方法でやっていますそこにね、えー、トレーニングのルーティーンを少し変えることで 筋肉のリストラを防ぐと特に苦手な部位失われやすい部位とか弱点としてよく残る部位は頻度高くやってあげるということをして体の形をね意図的にうまく残していこうということをしているわけですね8月はね少し有酸素運動を入れて食べる量を増やして有酸素運動を入れて代謝を揺さぶろうと思ってます7月は食べる量を結構減らしました まあ体質も少し落ちてるかもしれません。トレーニングの記録は上がってますけどね。で8月は少し食べ戻して、有酸素温度を入れて、消費も摂取も増やしていくという感じで変えていこうかなというふうに思ってます。でそうするとまあ9月、えーまあ、私の中では9月である程度仕上がってくれるといいなという1ヶ月なんで、そこは結構厳しくなると思うんですね。 体脂肪が筋症化されている状態からそこからさらに絞るというのは大変なんでおそらく消費カロリーも上げる有酸素運動の量も増やすそして摂取カロリーも下げていくという状態になると思いますで10月にはもう仕上がって、えー、いい感じでトレーニングできるんだ仕上がってると気分いいですからねでそこで少し食べ戻して筋肉に張りを持たせていくことができますし11月さらに細かい調整をしていくという感じになろうか,なろうかと思ってますという感じでね 今回はですね、急速減量のお話、急速女子脂肪のポイントをお伝えしました。ぜひ皆さん参考にしてください。ちなみにこの間角田師範が私のインスタライブでコメントしてくれて、その後少しメッセージを交わしたんですけども、角田師範はね、えー、っと、去年凄まじい仕上がりだったんですよ。えー、もう海外のモンスターたちね、まあモンスターって言えば大体わかると思うんですけども、の中でね、全然戦ってるという <laughs> やばいナチュラルの方ですけど、今年はやること変えたんだと。 去年はね、えー、玄米中心だったけど、今年は、えー、馬、馬肉って言ったかなを食べてるっておっしゃってました。やること変えるんですよね。あれだけ去年、え、いい状態を作り上げたのに、また変えるという勇気を持ってやってらっしゃるなというふうに思い、やってらっしゃいました。成功体験取られずに、 新しいことにチャレンジすることでどんどん知見が増えていくとそうすることでそれらを融合させて自分なりのいい方法をさらに進化させていくということができるこれがねやっぱりレベルの高い人なんだなということを感じました是非ね皆さんも参考にして、まあ、今回はね急速減量急速に絞りたい人多いでしょう是非もしそういった場合にはですね役立てていただければ幸いですということで今日もトレーニング頑張ってください